はい、皆さんこんにちは、サルです。今回は調味料ボトル収納ポーチをダイソーで購入してきたのでレビューしようと思います。はい、詳細はね、またあの他のレビューで確認していただくとして、私の場合にはどんな風に使うかと、いうことをね、主に紹介できたらなと思います。先ほどちらっと映ってたように、まあいろんな調味料あるんですけど、はい、自分の中で一番よく使うなと思うものをちょっと入れてみて、まあ1週間ね使ってみたんです。で、結果的にですね、まあ今のところこんな感じかなっていうのが、はい、開いてみると左から、ほりにし、マヨネーズ、オリーブオイル、マスタード、でこれ透明なのはシロップで、一番右はね何も入ってないんです。で、マスタードのチューブはこんな風に曲げると入ります。はい、ちょっとね、多分また使いながらいろいろ内容変わっていくと思うんですけど、今のところまあこんな感じですね。もう人によってね違うので正解はないと思います。で、ネームタグは、こんな風に以前もやったんですけど、水を染み込ませた上でしっかりとね、刻印をしようかなと。やり方はね、また詳細こちらにね載っけておきますので見てください。で、水が染み込まなくなった段階で、このお菓子にね刻印するやつで自分の好きな文字を入れて、24時間放置します。はい、そうするとですね、結果的に皮にねしっかりとこうめり込んだ形で跡がつきますので、まあ濡らさない限りはねもう消えないというふうな感じになります。まあ、本革と違ってね、分厚いので多少ね消えるかもしれませんけど、はい。で、文字はね自分の好きな文字を入れてみて、私の場合はこんな感じでですね、どうでしょう。あ、これはですねやっちったって感じですね。ネドラッグっていうのは皆さんお分かりですかね。おそらく分かりますよね。そうなんですよ、文字の左右にばかり気を取られてしまって、単語の左右がね、文としての左右がね逆になっちゃったので、うわーっと、まあ、しばらく言葉を失ったんですけど、まあこういうのはね面白いのでね、しばらくやろうと思います。まあ水でふやかせばね消えますのでね、修復可能なんですけど、ちょっと楽しいのでしばらくはねネドラックを使いながら、笑おうかなと思ってます。で、ボトルは液体用と粉末用があるんですけど、液体用のボトルはあんな風にギュッと押さえないと出ない感じです。逆さま向けても、まあ、ポターンポターンってね落ちるかなぐらいでギュッと押さえれば出るという、まあそんな感じの割と固めのボトルです。で、塩コショウをね一つにすると、ちょっとねトマトとかね食べる時にコショウが嫌なんで、まあ、今ね悩んだ結果ほりにしを入れてます。ほりにしはアウトドアスパイスで有名なので、まあご存知の方も多いと思うんですけど、野菜の出汁がですねかなりいろいろ入ってるのがいいんです。まあ、少しね胡椒が強いので生だとね私苦手なんですけど、まあ、割とね炒め物とかするとね何でも美味しいんじゃないかなと思ってます。で、ほりにしはねこんな風に、粉の容器の方に入れてますので、振りながらかけてみるという感じで、私の朝食なんですけど、今ねスキレットでやってます。まあ、焚き火料理でねやってますので、すぐできますね。こんな感じです。今日は料理はねメインではないので、ちょっと手抜きでね撮影してますけど、はい、まあねスパイスも美味しくねいただくためのスパイスで、やっぱね便利ですね。ああいう風にねポーチにまとまってると一番自分のね必要なものがパッと出せるので、まあ、今庭でやってるので部屋に入れば調味料あるんですけど、ただね調味料って小さくて種類がたくさんいるじゃないですか。だからねいちいち取りに行くのってねめんどくさいのでちょっと横着なんですけど、こういうポーチにまとまってるととっても便利ですよね。今映ってる緑のやつはねカトラリーポーチですね。で、シロップがですね、はい、出そうとしたんですけど、こんな感じでですね、やっぱ硬いからスプーン1杯だけとか結構ね難しかったんですよ。
なのでなんかこう調理するんでね、大さじ1杯とか小さじ 2杯とか、なんかそういう計量するときはね、ちょっとこの液体ボトルじゃねやりにくいかもしれないです。もうちょっと柔らかいものの方がね、そういうあの正確に測りたい場合にはねいいかもしれませんね。はい、まあ紅茶ですね。紅茶にはシロップを入れていただきました。はい、この黒いのが今回購入した調味料ボトル収納ポーチ。あと緑の方は以前買ったカトラリーケースですね。カトラリーケースはね、もうぐるぐる巻いてますんでね、あんな風な形に今はなってます。で、1点ね、ちょっとどうしてもやりたかったのは、この収納ポーチ、あのポケットが少ないんです。割とね、あのいろんなところに面がある割にはポケットがないので、もう簡単にね、何かで作ってやろうと思って、こんなあの合皮の、そうなんです、これね革じゃなくて合皮なんです。今年の夏にあの遠出して、あの瀬戸内をキャンプ旅した時、たまたまなんか見つけたシルクとかいう100円ショップであの売ってたんですね。割と広くて、110円だったんですよ。あの今だったらダイソーであの茶色の、革っぽい合皮のね布売ってますけど、あんな感じのやつなんです。これを、ポリプロピレンがくっつくよっていうね、あれも100均 の、 あのボンドですけど、これでくっつけてみました。普通のボンドだとね、ポリエチレンとかポリプロピレンとかポリエステルはねくっつかないんですけどね、このボンドはねとても優秀です。ポリプロピレンが接着できるっていう、まあ、ポリプロピレンはね本当はこのボトル、調味料入れのね蓋の部分がそうです。で、布の部分は、ポリエステルだったかな、だったと思うんですけど、まあまあそういう化学繊維系がねくっつくものはね割と何でもくっつきますので共通してるかなと。 あとこれなんですけど、引っ掛ける部分が薄っぺらい帯状のものはですね、ちょっと嫌なんですよね。何かフックにかけるときにもかけにくいしですね、小さいフックだときちんとかからない。なのでここはもう細くしてやります。まあ簡単です。半分に折って、さらに半分に折って、で、針と糸で縫うだけですね。はい、針と糸はどうですか、皆さんされますかね。私はね割とやります。なんでしょうね、こういうアウトドア系のものをやるときは針と糸は結構な頻度でやりますね。なので小学校の家庭科以来ですね、習った記憶はないんですけど、逆に言うと普段からこうやってアウトドア系のものやるのに使うので、それで慣れた感じです。あのね、針と糸はね絶対使えた方がいいと思いますよ。あのダイソーとかに売ってるね針なんかもね、割と太さもいろいろあって便利なので、興味ある方はね、あのやってみてください。私は全然うまくないんですけどね。こんな感じで、まあ縫うだけでね簡単に引っかかるようになるし、あの持ちやすくなりますし、ちっちゃい服でもねいけるし、あのとっても便利です。これおすすめです。はい、あとはですね、この裏面も広いので、ちょっとねなんか入れ物ポケット欲しいなと思って、で最初ねなんかこう布とか縫った方がいいのかなと思ってね、近くの手芸屋さんに行って相談したんですよ。ポケットどうやって作れば簡単ですかって。そしたらね、あのやっぱ教えてもらった方法がこういうふうにあの布を切ってボンドで貼るのが簡単でしょうねということで調べてみると、ポリエステル専用のボンドなんかもあるんですけど、まああのあえてねそういうものを買っちゃうとまた700円ぐらいしたのかな。せっかく安いポーチがね、あの安さというメリットがねちょっと減っちゃうのが嫌で、あえて100均のポリプロペリン用でうまくっつけてみました。結果的にはね、あのめちゃくちゃがっちりつきましたね。あの手でちょっと軽く引っ張ったぐらいじゃ少々ね、大きいもの入れてもね外れない感じ。ちなみにダイソーでもセリアでも売ってましたね。見た目が少し違うんですけど、こんな感じで両方ありましたのでね、どちらでも手に入るんじゃないかと思います。ちょっとキャンドゥとかはね調べてないんですけど、あるのかもしれません。でこれをね塗るときには、くっつけたい辺をすべて塗って、でねこれ難しいのはね、あの表にねついちゃうとね結構ネチャネチャする、これ接着剤なんで跡がついちゃって消えにくいんですよね。はい、ですので決してあの表につかないように接着剤が
こんな風に台紙とかを敷いて、ちょっとこう台紙をずらしながら、表面に接着剤がいかないように、ちょっとねそこだけ気を使ってやってます。まあまあね、自分が使うもんであってね、そんなそんな神経質にやる必要はないとは思うんですけど、まあ、こういうのをね丁寧にやっとくと商品に対する愛着が湧いてね、長く使いたいなっていうものになりますのでね、まあ、そういう点が私がちょっとこだわる理由ちゃ理由ですね。はい、そうなんです、ね。まあ、売ってるものはですね、精巧に作られてて品質もとても高いですので、まあ、そういうものに、比べるっていうのはまあ意味がないと思うんですけど、まあ、そういうものを見てもね、自分が作ったものが使いたいなって思えるかどうかっていうのは、この辺の作業をね、やっぱりこう丁寧にやるかどうかにかかってくると思いますんでね。そういう意味でね、自分の、使う商品に、愛着をね高めるために割と慎重にこの辺はやってます。はい、こんな感じで一晩置いておけばもういいんではないかなという感じですね。おそらく大抵の布はね、これでくっつくと思いますけど、ちょっとだけね、これなんかのアルコールかなんか、塗装剥がしか何かの液ですね、ちょっと表についちゃったので、そこだけ、乾く前ならね簡単に取れるんで、まあ軽く拭い取るような感じで綺麗にしておきました。で、翌日です。はい、入れていきます。オリーブオイルにシロップにマヨネーズはね、やっぱね、ボトル移し替えるのめんどくさいし、これ売ってますんでね、100均かな、ほりにしと、やっぱりね、この粗挽きのマスタード、あれはねソーセージ食べるときに絶対欲しいので、で一つはやっぱまだね余ってます、空っぽです。まあ醤油か塩か入れると思うんですけどね、そのうち、入れたいなと思うのがあったら入れようと思います。あとまあ紅茶とかね、朝飲むための味噌汁とかね、まあ入りそうなものをちょっとちっちゃいんですけど、ポケットに入れればいいかなと。でコーヒーですね、まあ2パックぐらい、まあ大体これでもパンパンです。はい、もうパンパンなのでこれ以上は入らんかなぐらいですけど、まあコーヒーでもね紅茶でも飲めばなくなりますからね、今が一番パンパンな状態かなと思います。まあパンパンって言ってもね、破れそうなとかいう感じではないので、で、裏面はね何入れようか、まあちょっとこれもね、今まだ決まってないんですけど、まあ細長いものだったら何でもいいかなと、とりあえずねスティックシュガーみたいなものを入れましたけど、これでいろいろ入ってるので、もうしばらくはね調味料はもうこれだけ持っとけば安心かなという感じになってます。はい、この辺はねどう使うかなってまだちょっといろいろ試してる感じですけどね、使う時には、ジャックを開ければ、中から、まあ、ポケットもあるのでね、ある程度バサバサっと落ちてくることがないので、紅茶とかもね入ってますけど、まあ、収納はされてるなっていう感じです。はい、便利なものができました。参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。